モッドチャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。モッドです。今回は屋外用木部保護塗料について解説します。ウッドデッキやウッドフェイス、外で使う家具の保護塗料としては大きく分けて油性と水性があります。油性の場合は薄め液を使って塗料を薄めたり、刷毛の洗浄をしたりに使います。それに比べて水性は洗浄や薄めたりするのに水を使うので、取り扱いもとても楽で初心者には向いていると思います。私が塗装職人をしていた頃はウッドデッキとかウッドフェンスの塗装には必ずこの油性を使っていました。有名なメーカーでいうとキシラデコールやウッドガードなどがあります。でも今は水性の性能もものすごく上がってきて、ほぼほぼ油性と水性の性能差っていうのはないのかなと思います。木部保護塗装では防虫防腐剤とかを木の中まで浸透させることが大きな目的になります。その中で油性の場合は乾燥時間が24時間、重ね塗りでも5から8時間、もしくはこちらだと4時間から6時間、乾燥するまでの時間が長いです。その分木材の中までゆっくり浸透するので効果が高いと言われてました。それに比べて水性は夏場で1時間、冬場でも2時間、この短い時間で乾燥させることができます。以前はこの早い乾燥時間が中に浸透せず表面で固まってしまうので剥がれやすいというデメリットがありました。でも今の水性塗料っていうのはとても性能が上がって、特にこの撥水性においては油性よりも水性の方が強くて、発色性も水性の方が強いと思います。なので初めて木部塗装をされる方は特に水性を選ばれることで問題ないかなと思います。ウッドデッキやウッドフェンスを長く持たせるには使う木材、それと使用環境に大きく左右されます。例えば常に直射日光が当たって雨風も多くて湿気も多いような場所では、いくら定期的なメンテナンスとか塗料をしっかり塗装したとしても腐りやすいです。反対に通気性が良くて適度に日陰があったり乾燥していたりする環境の方が長持ちします。屋外で使う木材は様々ありますが、代表的な2つとして通常使われる SPF、 それとアイアンウッドと言われるイペやウリン、アマゾンジャラなどがあります。このアイアンウッドは非常に目が細かくて厳しい環境の中でも長く持たせることができます。缶のタイプっていうのは角型のタイプと丸缶のタイプがあります。できれば購入されるときはこの丸缶のタイプを選ぶことをお勧めします。それは購入される塗料の成分が分離しているからです。基本的に防腐剤や水分などが上にあって、比重の重い塗料成分が下にあります。そうすると最初使っているときには薄くて、だん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 濃くなるっていう現象が起こります。こういう缶も攪拌をするんですけど、この口から直接攪拌するのはなかなか難しいです。通常は振って中を攪拌するんですけど、十分に攪拌はなかなかできないです。木部塗装で使う道具ですけど、まず刷毛。刷毛は塗る面積に合わせて、広い面積だと幅の大きいもの、細かい塗装だと塗装に合わせた幅を適切に選ぶことが作業効率を上げるには重要です。
このハケは防虫防腐剤用なので屋外塗装にはとても向いています。いろいろ選ぶのが大変だなという時には万能用ハケ、これで十分対応できます。ウッドフェンスの木と木の間とかを塗るのにはこういう両面にスポンジがついたタイプ、これを使うとスーッと通すだけで塗れるので結構楽です。それと砂月管、こういう塗料カップでもいいんですが、この塗料はとても飛び散りやすくて飛散しやすいので倒れた時に簡単に周りを汚してしまいます。できれば太さがあって安定する砂月を使った方がいいです。マルカンの場合はもうこれ自体が砂月として使えるので、これはこのままでも OK です。ガムテープがついた養生のシート、この塗料は飛びやすいので大げさぐらいやった方がいいと思います。あとはブルーシート、こちらは3000番のタイプ、なるだけ目が細かいやつを使わないと簡単に浸透します。実際私が使うときはこれだけでなくてこの上にこのビニールを貼って使ってます。こういう浸透系塗料の場合は特に軍手ではなくてゴム手袋の方がいいです。こういう薄手のタイプの方が作業性も良くて手の感覚が分かりやすいのでいいかなと思います。
いかがだったでしょうか。塗装って意外と面倒くさくて難しそうなイメージがありますけど、コツと注意点だけ押さえれば難しくはないので、ぜひ今回の動画を参考にしてトライしてもらえればなと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。